さんこんにちは、リリアです。今日は低体重ベビーのコーデを皆さんに紹介したいと思います。H&M のオンラインで買ったものが届きました。かわいい。ちょっと開けてみたいと思います。超かわいいんだけど、ロンパースみたいな。これね、おむつ替えが結構楽。もう夏とかなんかはエアコンつけてるし、弟はこういうの1枚で過ごしてたのを思い出しますね。あと今回すごい思ったのが、やっぱ低体重ベビーなので、これ50センチの、まあ新生児の普通のサイズなんですけど、50でもまだちょっとでかいぐらい、生後2週間で50センチでもまだちょっとでかいぐらいなんですけど、でもやっぱこういうのだとぴったりしてて、この襟ぐりが結構ね、ブカブカなものが多いんですけど、これはしっかりしてるから首周りが小さめにできてるっていうか、普通にできてるので、ベビーちゃんはすごい着心地がいいみたいで、やっぱどうしてもね、首周りが大きくなっちゃうんです、低体重ベビーちゃんって。だからすごくベビーちゃんは着心地が悪そうなので、こういったタイプにしました。前開きじゃないんですけど、今回これ全部でも前開きじゃないものがすごい結構簡単に着れるってことが分かったので、海外の洋服とかってこういうのがすごい多いんですけど、なのでちょっと買ってみました。これ全部50センチです。普通のね、3000円ぐらいの普通の、なんだろう、平均的に生まれた体重の子とかは、新生児は50から70と50から60とかなんですけど、ま、こんな感じですね。すごいかわいい。これ。で、これは2個セット2つ入っていて、色違い、グレーとピンクっぽい、ちょっと濃いピンクですね。これはズボン結構長めだね。これあったかそう。こういうスウェット生地みたいな、生地が全部生地がいいね。かわいい。フリルもついちゃって、なんかベビーじゃないみたい、キッズのお洋服みたいに見えるけど、着せたらどんな感じなんだか楽しみで。はい、あとはこっち999円で、この2つセットで999円で、で2000円以上が送料無料だったから、ギリギリね、400円ぐらい取られるからって、これ送料無料のためにね、値段合わせで買ってみたんですけど、これは399円です。特別欲しいものがなくてね、自分のも見たんだけどそんなになくて、っていうかめんどくさくなっちゃって、まあちょっと、まあ少し可愛いかなって感じ買ってみました。まあオーガニックコットンでいいね。こっちは違うかな、これは。うん、あ、オーガニックコットンだね。全部そうだじゃん。
今日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。